こんにちは。こんにちは。ちょっと寂しい季節に、ね、はい、なってきました、うんうん、まあ、野球のシーズンももうすぐ終わりですけど、うんうん、ということはこう引退する選手っていうのがどんどん発表されてくるわけですよ、うん、はい、今も、まあ、畠山選手とか、うん、赤松選手とかいろいろ出てきてますけど、うんうん、引退する選手っていつから引退を考えてるのかなって思うんですよ。僕はもう、はい、2014年にそうです、だから38で引退しましたけど、2010年超えたぐらいだから34ぐらいの時ぐらいからはいつ引退してもいいと思ってました。え、そのもう4年間ずっと、もう今年引退かもなってずっと思ってるんですか？いや、もういつ引退してもいいから、もうあとは好き勝手やろうと思ってる。へえ、でもそんな中で、まあ、もちろん怪我とかそういうのがあったと思いますけど、なんでじゃあ今だってなるんですか？あの2014年がまず複数年契約が切れる年だったんですよね。でそれと同時に、あの僕2004年に膝の半月板の手術してるんですけど、はい、でそっから、だからあの左の外側の半月板は 80% もうないんですよね、はい、だからドクターがなんとか技術で頑張って 20% だけ縁だけ残しておいてくれて、今後の野球人生に絶対これがあった方がいいからって言って、でもまた再発する可能性があるけど、この骨と骨とかぶつかって炎症を起こして歩けなくなるぐらいになるんだったらこれは残しておいた方がいいって言って残しておいてくれたんですよね、2004年に。でも、まあ、僕2004年って言ったらまだ、はい、まだレギュラーにもなってない時だったんで、はい、その2004年に半月板手術して、うん、で2014年に同じ箇所を、はい、まあ、痛めたんですけど、まあ、10年持ってくれたんで僕はすごい良かったな、ね、ありがたかったなと思ってるんですけど、はい、まあ、2004年の時1ヶ月で復帰したんですよ、はい、無理やり、はい、だから毎週 30cc ぐらいの水抜きに行ったりしながら、ドクターには1試合やったら1試合休んでくださいよっていうようなところも、はい、まあ、ボビーが守ってくれて、それで併用っていう起用法で僕の膝を守ってくれたおかげで、はい、まあ、長くできたっていうところもあって、でその2010年手術の時もそこで手術して、まあ、2ヶ月ぐらいで復帰できるやろうと、はい、ってなった時にもう復帰できなかったんですよね、痛くて。2004年の時は痛くてもう頑張れた体力と気力があったんですけど、はい、もう2014年の時はもうその痛みに体力が耐えれないんですよ、気力はあるんですけど、うん、でそれでもうキャッチャーとして座るのもきついし、はい、まあこれはもう難しいなって思ってたんで、はい、まあこれはもう引退だなとは思ったんですよね、できないから、はいはい、で9月の頭ぐらいに球団と話し合い持って、はい、辞めますっていう判断になったんですよ。すんなり受け入れられました？まあもう全然すんなり。プロ野球選手としてもう見せれないんであれば僕はもう長くやりたくなかったんですよ。へえ、あの価値を落としていくんで、でまあ僕の中ではもう無理やなとは思ってたんですけど、うん、であとはまあ僕人生80年やと思ってるんですよ、はい、残りの人生、まあ、野球選手を無駄に長くしてしまうと、うん、残りの人生の成功率が下がるんですよ。そうなんですか？だって短くなるじゃないですか。そっからがまた面白い人生が始まるんですから、どうなるの。だからもう、うん、ミステリーツアーに出発ですよ今ミステリー中ですか？はいいや、まあでも今は、はい、ミステリーツアーに出発して、はい、いろんな景色が見えてきたんで、はい、もうミステリーじゃなくなってますけど、はい、その時はどうなるか分かんないから、はい、ミステリーツアーに出発じゃないですか、はい、早めに出発した方がいいんですよ。そんなやつ成功確率が下がっていくじゃないですか、はい、残りの寿命が少ないんでね、はい、考え方あるから地べた這いずってもずっとやりたいっていう人は別にそれはそれでいいし、はい、僕はもうそれは嫌なんですよ。うん、もうお見せできないようなプレーしかできないんだったらもうやめた方がいいっていう、自分の価値下げちゃうんで。これどんな仕事でもそうですけど、はい、去り際飛ぶ鳥跡を濁さずって言うじゃないですか、はい、最後ごちゃごちゃってやめると価値落とすんですよ。うわー、でも難しい悩み時。いや僕はもうだからスパッと、はい、もうレギュラーとしてできないんだったら、うん、もう体もついてこないと。気力はあったんですけど、はい、もうスパッとやめて次の人生行こうみたいな。そんな無駄に数千万もらってそんなダラダラするんだったらもうガチンでゴン行こうみたいなね、はい、だからもうあっさり来ました。でも球団からでも、もうちょっと佐藤もうちょっといてくれみたいな、なんかいやいやもう空気感がもうやめてほしそうな空気感ありますし。本当ですか？そういうのもあると思うんですよ。空気感分からなきゃ。でも里崎さんのこの下ってまだそこまで育った選手ってそこまでいなかったじゃないですか、その時のロッテ。まあでも無駄にいると使っちゃうじゃないですか、はい、ああそうか。それだからもうスパッと切った方がいいんですよ。だからあっさり、あっさり、はい、じゃあ引退します、 OK みたいな感じですか、はい、で9月の、まあ、頭ぐらいで決めて、うん、で引退試合もして、だから辞めることへの、だからもう辞める時も頑張れないんやっていう悲しさはありましたけど、はい、あのもう頑張れなくてもいいんやっていう安心感もあったんですよ。安心するんだ。朝がすがすがしい毎日そうなんですね。何も気にしなくていいっていう。だからまあね、うん、
取りたいとかね、まだやりたいんだったら、はい、まあ、他の球団探してね、需要があればそれはそれでいいし、まあ、鳥谷選手としてはもっとできるっていう、まだ体動くよっていう自信があるからなんですね。それはもう個人の考えなんで、うん、契約社会だから、契約先がいらないって言われたら、だってそんなのもう社会5万とあるじゃないですか、はい、私まだできます、いやいやもう用事ないんで、いやいや、ね、あ、そんなのもう野球選手じゃなくてもいろんなスポーツ選手、まあね、あとは社会会社の人とかも全部そうなんで、うんうんうん、雇い主があっての雇われ主があるんで、はい、そこが入れませんよって言われたら、うん、もう引くしかないじゃないですか。そうですね。でそれで違うところが欲しいって言えばそこに行けばいいし、欲しいって言われなかったらもう終わりっていうだけで、僕もあっさりしてるんで、はい、仕方ないですよね。そう言ったところで、まあそうですよね、はい、うん、全部が需要と供給のバランスで成り立ってるんで、はい、ファンの人とかはやっぱ応援してるんで、うん、ずっと見たいっていう思いがあるかも分かんないですけど、はい、やっぱりずっとは見れないですよね。でしかも弱いチームにベテランっていらないんで、いやでもベテランがいることによってなんかそう支えになったりとかもするじゃないですか。そんなことより弱いチームっていうのは若手の成長を押し上げてチームを大改革していかなきゃいけないんで、うん、強いチームっていうのはそのなんかあった時のベテランの支えで結果を残すっていう大事なんですけど、うん、弱いチームっていうのはベテランっていらないんで、へー、なんかあった時より選手の調子を伸ばす方が大事なんで、そこに一つ枠開けるよりも若手にチャンスを与えて成長を過程にさせる方が僕はその方針としては正しいと思うんですよ。あ、そうなんだ。だからね、冷たいとかなんとかとかあるかも分かんないですけど、うん、仕方ないですよね。まあまあ、まあ、まあ。だから本人がやりたきゃずっとやればいいし、うん、やめたきゃバッてやめればいいし、うん、だから福浦さんとかもね、ロッテ、まあ今年で引退ですけど、はい、まあそういったところでは、まあ福浦さんもね、ドラフト7位ですからね。そうですね、7位からあれだけ。7位から迷宮界ですよ。はい。もう、入団した時は、はい、裏方ドラフト1位って言われてたらしいですからね。へ、裏方さんになるドラフト1位候補だったらしいです、はい、もうすぐ裏方に移るんじゃないかと思ってで、裏方さんの中では言われてたらしいです。走っても走れないし球も遅いし、はい、でも人柄はいいっていうそうなんだっていうのが2000本安打ですから、うん、で、まあ、今年ね引退しますけど、はい、だからみんなに慕われて、まあうん、まあまあ誰もがいずれ引退はしますけどね。しかもね、うん、辞める時のタイミングがめちゃくちゃ大事なんですよ、はい。ということで、でも辞めるタイミング、時のタイミング、はい、これはもう全てはね、結果論なんですけど、はい、僕が引退した時、はい、あの日本代表になるようなビッグネーム、はい、稲葉さんしかいなかったんですよ。ほー、大々的に取り上げられるわけですか。はい、メディアに引退だーみたいな、はい、はい、で僕だから日本経済新聞に引退特集組んでもらったんですけど、はい、反面ですよ、反面に里崎ジーターさんです。僕ジーターと同じ日に引退試合なんですよ。日本経済新聞ですよ。里崎ジーターですからね。うわもう同等にドーン。これね、はい、1年遅かったら、はい、山本桝さんとかタリーさんとかビッグネームがすっごいやめてるんですよ、はい、で全部あの山本桝さんとかに食われて、はい、あのえみたいな感じになるんですけど、はい、僕は本当にいなかったんで、はい、だからその後の就職先とかも競争相手がいないと入りやすいですよね。ああなるほど、はい、それこそ解説とかそういうところも入りやすいわけですね。やっぱり席があるんで、はい、席が開かないとなかなか僕ぐらいのレベルだとわざわざ席作ってくれてまで入っていけないんですよ。いやいやそんなことないですよ。いやいや本当ですよ。いや 今だからそうやって評価されますけど、はい、引退した時とかまだどんな解説するかとかも分かってないわけじゃないですか、はい、確かに現役の時どんな喋りするのかってあんまり分かんないですね。今僕5年経ったから、はい、ね、佐々木の解説面白いって言ってくれる方もね、はい、ありがたいことに言いますし、はい、いろんなところでメディア露出できるのも今こう使ってくれたからなるわけじゃないですか。なるほど。その使ってくれる時も、うん、日本放送だとあの飯田哲也さんが、はい、ソフトバンクのコーチに入ったんですよ、はい、で枠が空いてで僕がそこに入ったんですよね、うん、であの日刊スポーツも工藤さんがソフトバンクの監督になったんですよ、はい、で枠が空いたんですよ、はい、でそこに入ったんですよ、はい、へえ本当にタイミングですね。このタイミングとあと競争相手にめちゃくちゃ運が必要なんで、はい、そういったところでも僕はそこで無駄に1年やってると、はい、もう解説うまく入れてなかったかもしれないです。なかったかもしれないんですよ。新聞にもめちゃめちゃちっちゃく載ってるかもしれない、はい、引退のみみたいな、はい、うわー、まあ、ここで、まあ、これは結果論なんですけど、はい、それを測ってあれあいつら辞めてるから今日辞めとこうっていうそんなできないから運とかタイミングですよね。そうそうそう、それは難しいですけど、そういう辞める時の運もね、うん、その後の人生に向けてはいりますけど、今プロ野球選手の人たちに言いたい、はい、辞める時が来るべき時に向けてやらなきゃいけないこと、はい、何ですか。
貯蓄です。貯蓄マジ大事なんで、やっぱりね、はい、お金のことはあれですけど、背に腹は変えれないじゃないですか、はい、で引退してからの方が人生長いですよ、うん、でなった時に元プロ野球選手、はい、仕事何できるか分かんないですからね、はい、そうですね。だから貯蓄がまあ大事ですよ。まあまあとにかく里崎さんは最高の引退をしたってことですね。そうです、もう悔いないですもん。だからもう野球やりたいとも思わないし、生まれ変わっても野球選手になりたくないです。でもいい野球人生だったんですよね。そうです、もう納得しました。納得、はい、もうやりきりました。もし、はい、次ね、はい、スポーツするとしたら、はい、生まれ変わって、はい、あのアメリカ人だった場合でいいですか。何ですか、何しますか、はい、ちょっと何だろう、アメリカ人だった場合、はい、アメリカンフットボールなりたいんですよ、選手に。NFL の好きなんですよ。見てる人でアメフト好きな人いるかな、うん、僕がなりたいポジションは、はい、ラインバッカーかタイトエンドです。私わかんない。これね、見てる人ね、楽しみてくださいね、はい、もしくは日本人だった場合、めっちゃ勉強して、はい、弁護士か医者になりたいです。もしくは官僚、へー、東大に行って、うん、東大でもいいし、はい、六大学ですね、早稲田でもいいし、いいですね、慶応でもいいし、はい、もう六大学行って、はい、あの医者か弁護士か官僚です、はい、官僚、はい、ちょっとドラマが好きなんでねメス意義ありって言って、はい、だそうです。みんな最高の引退をされることを祈っております。